オランジュは南フランスプロバンス地方のプロバンスアルプコートダジュール地域圏、ボクリューズ圏にあるし、人口約2万8000人、アビニョンの北方21キロに位置する。英語ではオレンジ、古いオランダ語ではオラニエとなる。古代にはケルト人の居住地でアラウシオと呼ばれていた。アラウシオの戦いなどの後にローマ帝国に支配され、この時代の遺跡も残る。 12世紀には新生ローマ帝国の報道として小規模な広告となり、16世紀に婚姻関係によって元来ドイツとネーデルラントの貴族であったナッサウ家の一族に相続された。ウィレム一世以降のオランジュ公の家系をオラニエ・ナッサウ家というが、ウィレム一世以来代々ネーデルラント連邦共和国の統領を出し、ウィレム三世はイングランドをもかねた。 1673年に、ルイ14世によって、オランジュ公の城が破却され、オランジュ公国は1702年に、フランス王国に併合されたが、以後もオラニエ公の称号は、名目上のものとして用いられた。そしてオラニエナッサ受けを現在まで続く王家として、オランダ王国が成立すると、オラニエ公は王太子に与えられる称号となった。19世紀に、 オランダ系ボーア人が南アフリカに建国した、オレンジ自由国もこのオレンジイコールオランジュにちなむ。なお、オランジュの語源は、アラウシオが添加したもので、似た名前だった果物のオレンジとは12世紀頃より、結びつけられた。果物のオレンジの西欧への伝来も一説では7世紀頃とされ、古代ローマ時代には存在していない。オランジュに残るローマ遺跡は、 オランジュのローマ劇場とその周辺及び外宣門として1981年ユネスコ世界遺産に登録されている。ローマ劇場の遺跡では毎年夏に音楽祭が開催される。ローマ劇場、ありがとうございます。